ペトラちゃんは見た。俺は黒木、現在はとある小さな引っ越し業者で働かせてもらっている。この業界は何かときついことで有名だが、うちは社長の人徳からかそれなりに楽しく働かせてもらっている。よー黒木。あ、社長お疲れ様です。お疲れ、今日も頑張ってるな。お前は真面目だし飲み込みも早いから助かっているよ。いやそんなそんな、ここがいい会社だからどうにかこうにかついていけてるだけです。何せ俺元ニートですし、ここに就職したのがだいたい半年前。それまでの俺は就活失敗を理由にダラダラと実家で引きこもっていた。父母はそんな俺を責めることもなく、自分のペースでやっていったらいいよと穏やかな目で見守ってくれていた。でもそれが逆に俺にとってはプレッシャーだった。なんというか罪悪感が半端ではなかったのだ。このままではいけないと思い、俺はある日逃げるように家を飛び出した。紆余曲折を経て社長に拾われて現在に至る。そんな俺ですら頑張ってこれてるんだから、本当にここはいいところですよ。そんなに自分を卑下するなよ。今時ニート歴がどうこうでとやかく言うやつなんていないさ。まあ中には立花みたいなやつもいることはいるけどな。ですね。立花さんは俺が入社してすぐの頃の教育係だ。元ヤンだったのを社長が拾ったとのことだったが、これがなかなかに強烈な人だった。うわ、てめえこんな簡単な仕事もできねえのかよ。食えねえな。すみません。トロトロやってんじゃねえ。なんだよ、俺の酒が飲めねえってのか。舐めてんじゃねえぞこれ。パワハラ気味でアルハラ気質、上司や先輩には従順だが後輩に対しては威張り散らす典型的なブラック先輩。それでも俺はなんとか仲良くなろうといろいろ会話を試みた。だがそこで自分が元ニートだとポロッとこぼしてしまったせいで状況はさらに悪化した。バッとしないやつだと思ってたら元すねかじりか。どうりで仕事も遅いし酒も飲まねえわけだ。てめえ社会舐めてんだろ。いえそういうわけでは。よし、今日からその根性叩き直すためにみっちりしごいてやるから覚悟しとけよ。とまあ思い出すのも嫌な息巻き方をしていたのだが、それからしばらくして教育係が変わった。そのパワハラの様子を他の社員が見て上に掛け合ってくれたのだ。結果として立花さんはそれからほどなくして退職。何かとトラブルの多い人だったらしく、今回の新人いびりが決定だとなったらしい。本当にあの時はすまなかったな。立花も教える側になればちゃんとするかなと思って教育係に据えたんだが、全部裏目に出てしまったようだ。いえいえ、まあ立花さん以外の諸先輩方はいい人ばかりですから、もう気にしてませんよ。そう言ってくれると助かる。ところで黒木、何でしょう。お前実家から出てこっちに来たんだよな。それから親御さんの方に顔出したりはしたのか。あ、いや実はまだなんです。一応就職と同時に電話を一本だけ入れたんですが、それっきり。一人前になったら里帰りぐらいはしようかなと思ってるんですけどね。なるほどな。よし黒木、お前今度の土日に実家帰れ。え、ああ勘違いするなよ、別にクビにするってことじゃない。ただ一度帰って親孝行してやれってことだ。まあまだまだ一人前とは言えないけどさ、それでもやっぱ息子が顔出してくれるだけで親は嬉しいもんだろ。はあ。土曜日、それで地元に帰ってきたのはいいんだけど、これ一体どういうことだ。俺の家がなくなってる。どういうことだ。とりあえず父さん母さんに連絡しないと。くそ、こんなことなら変にサプライズなんてせず金曜あたりに一度電話しとけばよかった。おかけになった電話番号は現在使われておりません。嘘だろ、通じない。なんでこんなことに。急に引っ越しでもしたのか。でもだとしたらどうして連絡先まで。縁切られたのかな。俺そうだよな、数年間ニートした挙句家出同然で出てった息子なんて。いやでもな、悩んだ末俺は親戚のおばに電話をかけることにした。母さんの妹で昔からよく俺を可愛がってくれていた人だ。もしも父さん母さんが俺に愛想つかしてて親戚一同もグルだとすると収穫はなさそうだけど、もしかしたら。もしもし黒木。あ、おばさん、よかった、無事だったのね。え、うん。そんなことより聞きたいことがあるんだよ。父さん母さんのことなんだけど。そのことについて私も話したいことがあるの。ちょっと私のマンションまで来てくれない。え、あ、わかった。え、じゃあ二人ともこの町に住んでるの。ええ、
スーパーで会ったのよ。今から2週間ぐらい前に。そうなんだ。2人とも元気そうだった。それがそうでもないのよ。え、一見今まで通りなんだけど、どこかぎこちないのよ2人とも。特に妙だったのはあなたのことね。俺？そうよ。あなたについて聞いてもはぐらかされちゃったの。まるで何かを隠してるみたいに。だからね、私少し思い切っちゃったのよ。思い切る？そう、引っ越しの挨拶で一昨日ぐらいに2人の家に行ったんだけど、そこで仕掛けたの。何を？盗聴器。犯罪じゃないそれ。まあ褒められたことじゃないのは分かってるんだけど、でも2人が何か変なことに巻き込まれてるんじゃないかと思うと、いても立ってもいられなくて。そうは言うけど。それで何か分かったの？ええ、どうにも妙な男が出入りしてるみたい。その上で毎月お金をせびってるのよ。誰なんだよそいつ。赤松って名前みたいでね、ヤクザの関係者らしいわ。なんでヤクザがうちに？聞く限りだとあなたの職場絡みみたい。うちの会社？そうよ。何でも息子さんの働いてる職場はヤクザとズブズブの関係で、従業員は全て多重債務者だとか。人類がその男の属する組に借金を返さない限り死ぬまでこき使うって。警察に相談するのも禁じてたわ。したら息子さんの命はないと脅されてね。まさか父さんと母さんが男に金を渡してたのも俺を解放するため？ええ。めちゃくちゃだ。二人はそんなヨタ話信じたの？そうよ。きっと不安につけ込まれたんでしょうね。あなたが家出同然で県外に出てそのまま就職したから。それで勘ぐったってこと？そんな、俺仕事に就くときに一本電話入れたのに。それもヤクザの指示によるものだと思ったんでしょう。せめて顔を見せてくれたら違ったんでしょうけど。二人が引っ越したのも男の差し金。帰ってきても俺たちが顔を合わせられないように。そうね、奴は家を売った金で借金を返せみたいなことを言ってたけど、一番の理由はそれでしょうね。もしかして電話番号が変わってたのも？多分奴の命令よ。息子からの連絡を阻むためのね。これが今の私の知る全容よ。私としてもどうにかしなきゃと思っててね。打開策を見つけるために頭を悩ませてたら、黒木本人から電話があったの。なるほど。だから電話がつながった時無事だったのねなんて言ったのか。これからどうしよう。俺が家に顔を出して一件落着にもならないだろうし。二人に真実を教えるのも大事だけど、そのヤクザを名乗る輩から金を取り返さないとね。男は今でも家に来てるの？おそらくね。二人の話を聞くところによると、次の集金は来週の土曜日みたい。わかった。何かする気？ああ、俺の両親を騙してる輩に制裁を加えてやらないと。そろそろ赤松さんが来る時間ね。母さん、普段通りだ。普段通りの対応をしよう。おーい、赤松だけどよ、集金に来たぜ。鍵は開いてます。お入りください。はいよー。おーおー、今日も元気そうで何よりだな。んじゃ、今月分の20万払ってもらおうか。その件なのですが、お支払いできません。へ？おいおい、お母さんよ、それどういう意味か分かってる？あんたらが金払ってくんねえと、息子さんの生命保険を使うことになるんだけどな。誰の生命保険だって？うすうすそんな気はしてたけど、やっぱりあんただったのか、赤松。いや、橘。なんでてめえがここに？おばさんから話を聞いたんだ。その後父さん母さんにも確認の電話を入れた。赤松の特徴を聞いてガテンが言ったよ。ああ、これはあんたが何かしてるんだなって。そういえば前に会話の延長線上で話したもんな。うちの住所とか俺があまり帰れてないこととかさ。この辺りに俺の名字の家はここぐらいしかないから、特定するのは簡単だっただろう。まあまともな神経してたらそんなことしないんだろうけど。せっ、元ニートの室がわめてんじゃねえ。元がどうとかはさして重要なことじゃない。大事なのは今だろう、橘。え、もっともお前は今の方がダメなようだがな。社長、久しぶりに会ってみれば、落ちるところまで落ちたな。全部黒木から聞いたぞ。俺の会社をヤクザとズブズブとか抜かしたんだって？いや、その残念ながら
うちが仲いいのはヤクザじゃなくて弁護士事務所だ。お前が今までやったことをのしをつけて返してやるから覚悟しておけ。待て黒木、てめえ離せ。力ずくでほどいたらいいだろう。もっとも俺もこの半年間で腕っぷし強くなったからな。ダラダラとヤクザの真似事してたあんたじゃ勝てないだろうけど。しくしょう。こんな感じで俺もちょっとは頼もしくなったからさ、あんま心配しないでよ二人とも。クロキ、いや心配するよ、親なんだから。だからこれからは定期的に顔を見せてくれな。うん。こうして今回の件は幕を下ろした。立花はその後詐欺や脅迫などで逮捕。警察の取り調べによれば犯行に及んだ動機は復讐らしい。俺のせいで仕事を辞めさせられたと考えたんだろう。騙し取ったお金はギャンブルや自身の借金返済に充てていたようで、すぐには帰ってこなそうだ。でも父さん母さんもまだ仕事をしているため生活の方には影響はないらしい。あれから俺は定期的に家に顔を出すようにしている。二人がまた妙な輩に引っかからないためでもあるが、単純に居心地がいいのだ。両親と同じ屋根の下は。まあ黒木が元気そうなのが分かっただけでも収穫だよ。今回の事件は新しいマンションも二人の職場の近くだからね。あざみちゃんの家が近いのもいいし。の天気だな二人とも。昔からこんな感じよこの人たちは。確かに俺がニートだった頃ものほほんとしてたもんな。あれは別に気を使ってのものじゃなかったのか。ところで仕事の方は順調？あ、うん、今まで通りぼちぼちやらせてもらってるよ。来年はまた後輩も入ってくるから先輩として恥ずかしくないよ。しっかり仕事を覚えようと奮闘中かな。社長さんは元気かい？うん、社長も上司も先輩もほどほどに明るくてほどほどに元気だよ。辛いことがあったらいつでも帰ってきていいって言いたいところだけど、その心配はなさそうね。うん、ま、代わりに楽しいことがあったら帰ってくるよ。報告しにね。ご視聴いただきありがとうございました。ただ単に自分の言動のせいで仕事ができなくなっただけで、黒木さんは何も悪くない、完全な逆恨みじゃないですか。何より自分だって元職場の社長にお世話になっただろうに、その会社をこんな悪いように使うなんて、恩を仇で返しているにも程がありますよ。というか元ニートだからとか関係ないですよね。今変わろうと努力している人に水を差すような真似はしないでいただきたいものです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい方向に向かってよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。